もクッキーです。ちょっと待って、思いつかなかったからもう帰ろう。どうもクッキーです。占領道家東映です。ということでですね、やり直しても今一番だよな。いやいやいいんですよ。あのですね、アニマンでですね、最近あのラフテル描かれたじゃないですか、ロジャーたちが言ったやつ。笑ってたな。そう、笑ってた。っていうやつなんやけども、まあ、その時にね、あの大月真紀さんのメモリーズが流れたりだとか、トレンド入ってたね。そうそうそう、まあ、すごい話題沸騰したんですけど、ここで皆さん覚えてますでしょうか。実はロジャー海賊団でラフテルに行ってる人が2人います。それは一体誰と誰か。おお、シャンバギな。シャンクスとバギーですね。バギーが高熱を出して、シャンクスはまあそれを看病するという形で彼らはラフテルに行かなかったんです。そうな。そう、かなり重要なことで、まあ、実際このスタンピードのこの設定本みたいなのもあるんですけど。メガネびっくりしたわ。メガネびっくりしたわ。俺、髪溶けたんかな思って今びっくりしたわ。ところでですね、中にでもオールジャクソン号の看板にてラフテルに行ったメンバーの中にバギーの影は描かないことみたいなことがしっかり書かれてるんですよね。まあ、ということでこの小田先生はやっぱりこのバギーをこのラフテルに行っていないということはかなり重要でこだわっているポイントなんですよ。これ大事な。そう、ここ大事。このね、バギーっていうのは、はい、実はこの物語の一番最初にルフィが倒した敵。うん、そうね。そして扉絵にもなって何度も何度も再登場している。そして今地中海まで成り上がった、うん、すごいやつなんですよ。すごいな。このワンピースの中でこのバギーっていうのは、うん、小田先生の寵愛を受けているんじゃないかというぐらい。寵愛？そう、寵愛、すごい愛されているってことね。日本語わからんの勘弁してくれへんかな。いや、普段疲れ、ごめん、もう写像と同じ。いやいや、そう、写像、ね、これ、ひろゆきさんやったら写像って使わないんで、はっきり言うよ、多分。うるさいな、ほんと。寵愛は言うわ、ひろゆきさんでも。まあ、そんなわけなんやけども、すごいこのバギーはね、重要なキャラクターなわけなんですよ。はいはい。で、このバギーなんですけど、実は僕ね、ワノ国に来るんじゃないのかっていうことを思っていて、その決定的な証拠がですね、すでにワンピース本編内で描かれているんです。そうだろ。それがこちら。ん？何これ？ゴンドンドンベン。バギーの一味のカバジなんですけど。いや、カバジさんですよね。このカバジという男、はい、ワノ国出身なんですよ。え、そうなの？はい。え、書かれた？ビブルカード。まあ、これね、ワノ国の印象的な効果音って言いますと、うん、ベベンベンじゃないですか。うんうん、こんなに初期の段階からベンって出てるんですよ。うん、確かにカバジだけがベンっていう効果音なんだね。そう。え、じゃあその一番左のあのおっさんはゴーンはどこの国出身なんですか、これ？それはもうゴーン王国。まさかと思った回答が来た。俺らだけでワンピース YouTuber でこの適当な考察してんの、ほんま。そうじゃないけども、カバジの技ってこの極技カジオヤジとか、うん、ちょっとそのワロテイストの技がやっぱりあって、で実際小田先生ってのはこの侍の国の物語ってのはかなり構想初期から書きたいっていうことをおっしゃってるんですよね。ワロ国な。そう、実際その読み切りとかもあのリュウマとかがまあ出てくる話とかがあったりだとか。モンスターな。そう、だからその侍とかワロ国に関する話って多分初期で考えた設定も結構かなりあると思うんですよ。はいはい。その中の一つが実はカバジだったりするんじゃないのかなみたいな。あ、そうなんです。そう。で、このバギーが出てくるっていう話なんですけど、バギーと言ったらやっぱりね、欠かせない人物、うん、シャンクスでしょ。まあそらな。もうこれもう相方やから、もうフレンズみたいなもんなんですよ、この二人は。フレンズって言い方は分からへんけど。そう。で、バギーもですね、これシャンクスを自分の船には行かへんかっていうぐらい、シャンクスのこと好きなんですよ。そうね。そう。そったね。で、頂上戦争の時も、なんだかんだあの二人仲良さそうな感じだったじゃないですか。仲良いな。そう、まあそれがおかげでバギーは出世できたっていうこともあるんですけど、うん、で今年実はですね、うん、小田先生がですね、うん、言ってるんですよね。今年は赤が動くって。赤髪が動くちゃう。赤が動くってもうちょっともう怖すぎねんけど、ほんま動きすぎやったから。うん、まあ赤髪って言ったらね、まあみんな赤髪のシャンクスということで、まあシャンクスが思い浮かぶと思うんですけども、え、ちゃうの？これね、シャンクスもワノ国に来るんですけど、あ、来るの？赤髪やっぱ動くんで、でもシャンクス一人じゃ来ないんですよね。なんで？誰と来るか。バギーの。バギーと来るんですよ。あ、やっぱり？そう。これなぜか、皆さんこちらの話覚えていますでしょうか？どれ？おでんにですね、俺が手を貸してやってもいいぜ、おでんさん、バカ足手まといなんだよお前なんか、なあおでんさん俺ならということで。二人すごい喜びながらおでんに力貸すよって言ってるんですよ。いや、俺ここめちゃくちゃ好きなシーンなんやな。そう、ちょっとでここのさ一個前のコマでさ、うん、あのレイリーも何か手伝おうかおでんって言ってるやん。そう、レイリーも来るってこと？来る。
え、じゃあ何、ロジャー海賊団みんな集まってくるのこれ。集まってくる。すごいやん。そう、そら大きい戦いになっていくわ。そう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 、うん、で、まあ多分ビッグマムとかはレイリーが芝居てくれるよ。あ、代わりにやってくれんねや。そう、で、他のめんどくさい奴らとかもこのシャンクスとバギーがなんだかんだで芝居てくれるよ。四校がやったら大概のこと解決するよ。そう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 、大概のこと芝居てくれるよ、うんうん、でも結局これおでんはこう言ってたのよ。光月の俺たちがやんなきゃなっていうことを言ってるのよ、うんうん、でもこれって別にカイドウを倒すとかビッグマムを倒すとかそういうことじゃないのよ、うんうん、この将軍に光月家がちゃんとついて開国するっていうことやと思うのよ、うんうん、ということはこれ今倒す戦力としてはシャンクスが来てもいいしレイリーが来ても全然 OK なんよ、はいはい、まあ、レイリーはちょっとなんだかんだで来へんと思うんやけど、うんうん、このシャンクスとバギーはなんだかんだ来るんじゃないのかなと。あ、それはちょっと見たいわ。そう、実際シャンクスはもうすぐ会いそうだなルフィって言ってたし、言ってた。そうで、実際マルコとかもすぐ行くって言ったのに、まあ、実際その手紙を届ける前にも来たわけや。そう、来たよ。じゃあ後から援軍的に展開に来るのってもう白ひげの元残党たちじゃないんよ、うんうん、これシャンバギなんよ、うんうん、そう、シャンバギがかつてのおでんの約束を果たすために来ると、うん、なるほど。そうで、なんだかんだそのヤマトとかも可愛がられるでみたいな、はいはい、そうで、そういう感じになると思うよ。可愛がられる、まあ、実際このシャンクスがおることで、まあ、多分書いてると思うのよ、おでんの日記にも、うん、シャンクスっていうやつおってみたいな、あいつもなかなかおもろいやつやったわみたいな、将来はええ海賊なるでみたいな、赤太郎って書かれてるのか。そう、赤太郎が、うん、あなたが赤太郎ですかみたいな、うん、で、あのルフィがおー、シャンクスのこと知ってんのかみたいな、うんうん、で、まあ、仲良くなって多分ヤマトが麦わらの一味に加わるぜみたいな展開になると思うんやけど、うんうん、まあ、それはいいのよ。そういう感じでこのシャンバギーは、まあ、ワノ国に来ると、うん、でそんなバギーなんやけども、うん、実はですね、さらに来る要素として、うん、バギーっていうのは、うん、ルフィの、うん、成長ごとに現れてる節があるんですよね。まずですね、うん、自らの実力を持って、まあ、倒されましたと、うん、一番最初にルフィが倒したボスやから、一番最初に倒した悪魔の実の能力者ってこと。うん、モーガンはゾロが倒してるから。ああ、そういうことな。そう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 、とどめさしたんは、うんうん、確かに確かに、うん、その次にルフィとバギーがどこであったかっていうと、うんうん、なんと海賊王が生まれ死んだ町ローグタウンなんですよ。確かにな。そう、これね、今思うと、うん、海賊王が生まれ死んだ町ということは、うん、バギーにとってもめちゃくちゃ思い出深い土地なんですよ。そうやんな。そう、うん、じゃあこのバギーがどんな思いであの時刀を振りかざしたか、うん、きっとロジャー船長のことをちょっと思いながらも刀を振り落としたと思うのよ、うんうん、そこでルフィは雷に打たれ助かりましたけど、うんうん、あれね、バギーもまた助かってるんですよ、うんうんうん、あっこでもしバギーがルフィの首を落としとったら、うん、多分もうゾロサンジにやられてバギー死んどったと思うのよ。確かにな。そうだから、これは実はロジャーの守護霊みたいなのがバギーを助けてくれた可能性もあるんじゃないかなって。守護霊、そう、 1% ぐらい思ってないけど、そう、こういう感じで、まあ、ルフィとバギーっていうのは接点ができたんよね、はい、じゃあその次どこで会ったかっていう話なんやけど、実はこれインペルダウンでなんだかんだ一緒に会うわっていうことになってね、うんうん、で一緒にこの逃げるの手伝うわみたいになって、うん、頂上戦争に2人で乗り込むのよ。これ頂上戦争、名前の通り今までのワンピースの中でも一番大きな戦いですよね、うん、だってまだ頂上戦争を超える戦いっていうのは正直出てません。出てませんね。出てません。ほんな海軍四皇、そしてルフィたちが現れる戦いはまだ起きてない、うん、じゃあそこに来たバギー、うん、これルフィの成長をね、ここでまた確認しとるわけなんですよ。で、その後ルフィはどうなったか、2年間修行して、うん、新世界に向けて実力を蓄える時期になった、うん、で15億の海賊になりました、うん、じゃあ一方バギーはどうなったか、あいつもあんなイーストブルーのしょうもない街を締めとっただけやのに、なんと七武海まで成り上がったんですよ。やっぱり違うなと、ロジャー海賊団のクルーはと。ちゃうな。そう、そういう展開になって、しかし今バギーは七武海を追われることになってしまったんですよね。撤廃されたからな。撤廃されたから。じゃあこの先一旦どこ行こうかなって思った時に、今バギーを追ってるのって海軍なんですよ、うん、じゃあ海軍の手が届かんとこってどこやろってバギー考えると思うのよ。おお、それ和の国やねん。おうおうおう、バギーは和の国のことは知ってるわけや、うん、おでんさんが生まれた町やなみたいな、うんうん、で鎖国してるから海軍の目届かんわ、うんうん、でこうやって行くことになるんよ結局、うんうん、でついでにシャンクスとも合流して、ついでにバギーお前も行くのかみたいな、えむせいみたいな感じで、あのこっち2人で行くのかなけど、そうだからこれ2人で行くことになるんちゃうんかなっていうことを思ってるんですよね、うん、まあそういうのが、まあ、今日のメインなお話
なわけなんですよ。長い前振りやったけど今、うん、ということで本日はバギーまとめこれ10分ぐらい経ってるけど今今タイトルコールすんの？はい。今日俺何の回かな思って聞いてないけど、バギーはですね、うん、現在バギーズデリバリーの座長なんですよ。バギーズデリバリー総帥ということで、はい、はい、もう総帥と名を冠すのは、うん、いないんですよ、ワンピースの世界。そうなん、もうこれコング元帥より上って言われてるんですよ。言われてないね、うん、うん、まあそんなわけないけど、まあ年齢はシャンクスと同じ39歳。そうね、これ39っていうのがまたね、ミソなんよね。なんで？実はこのバギーっていうのはね、神の子って言われてるのよ。神の子？そう、もう田中マー君に次ぐ神の子、山本キッド、田中マー君、バギーって言われてる。あ、なるほど。あ、そうなんね。そうそうそう、まあそうなんやけども、マー君年上やな、39言ったらうわ、これどういうことかっていうと、呼んでんの？いや、呼んでん、呼んでん。うわ、昼の3時に弱いよ、さすがに。どういうことかって言うとね、これ39っていうのは、バギー1歳の時にロジャーたちに拾われたんじゃないのかなっていう説があるんよね。ああ、もしかしたらゴッドバレー。そう、うん、神の谷の戦いでですね、うん、ロジャーとガープが手を組んで、ロックスを滅ぼした順位のやつあるんじゃないけど、まあ実はそこに天竜人もおって、まあだから、シャンクスが天竜人の息子なんじゃないかとか、ゴッドバレー拾われたんじゃないかとか言われてるけど、はいはい、まあ実はそこで、まあ多分、天竜人のピエロとして、まあ買われとった、ピエロ一味ってのがおったと思うのよ。天竜人ピエロ、そうそう、天竜人娯楽必要やから、そう、娯楽のピエロがおったと思うんやけど、うん、そのピエロの息子がバギーやったんよ。神の子じゃなくてピエロの子だだいぶ違う。髪の毛設定はいや、いるよ。で、実際ロジャーとレイリーも赤ん坊なんて久々やなみたいなことも言うとったし、そう、どこからの久しぶりなんやな、これな。そう、まあそういうことを思えば、この時ロジャーは別に子供がおったわけではないので、うん、もしかしたらシャンバギが、うん、まあ、子供なんじゃないのかなと、うん、まあ、実際14歳という若さでロジャー海賊団の船に乗ってるっていうのはちょっと不思議な感じがするので、黒ひげが白ひげの船に拾われたように、うん、まあ、ロジャーもこのシャンバギを拾ったんじゃないのかなと、うん、いうことをちょっと思いますね、うんうん、はい。でですね、バギーのね、悪魔の実はですね、バラバラの実なんですよ。今さらで、バギーの乗っ取った船は、うん、オールジャクソン号からのビッグトップ号、うん、あ、そうね、こうバギーの船ね、うんうん、で、肩書きは元桜花支部会で、懸賞金は元1500万ベリー、はい、これ多分ね、まあ僕予想するんですけど、うん、今のバギーの懸賞金は6億6666万ベリーになると思いますね。なんでなんでだっけ、めっちゃ跳ね上がってるやん。うん、まあ悪魔の数字やからね、666っていうのは。まあ悪魔ってなんで悪魔なんていいな。まあピエロって悪魔みたいなもんじゃない、悪魔の子。うん、悪魔の子。それニコロビンや。いや、神の子とか。なんか、すごい移動しちゃうから。そうそう。うん、あ、ちなみに出身地グランドラインって書かれてるから、ゴッドバレーでも全然おかしくないです。はい。いや、別に、何言ったん今。で、あとですね、このバラバラの実はですね、相手の斬撃をすべて無効にできるんで、ミホークより強い。まあ、あの時はミホークちょっと舐めぶした説あるけどな、俺。いやいや、ミホークより強い。あんな竜王とか覇気とか的を当たってバシって切られたら多分実体ごと切られるんちゃう、うん、大丈夫よ。間抜けるから。大丈夫。当たらんから。あ、そうなの、うん、大丈夫、大丈夫。バラバラの実は、なんと覇気を無効化できるから。あ、そんな特性あったっけ。そう。だからバギーは覇気が使えないんですよ。おかしいと思いません？ロジャー海賊団におったんすよ。うん、じゃあ、普通船長とかが戦ったら覇気でやられちゃうじゃないですか、うんうん、覇気使えへんぐらい雑魚やったら、うん、でもやられてないんよこれ、バラバラの実が覇気無効にできる能力やん、うん、だからバギーは今これバラバラの実を使ってるせいで覇気が使えないんですけど、今後この弱点を克服する回が多分来ると思うんですよね、うんうん、まあ、これ予想なんですけど、うん、その時にバギーは一気に覇王色、武将色、剣舞色、一気に全て覚醒だみたいな、とんでもない超進化みたいな最強になるんかなっていうこと、神の子ですね、思いますね、まあ、神の子なんで、まあ、ということがね、まあ、バギーのまとめなんですけど、まあ、あと一番大きなところはバギーの目的ですね。あ、これバギーの目的っていうのが、まあ、実はあって、それがキャプテンジョンの宝を見つけること、まあ、キャプテンジョンっていうと、スリラーバークの時に出てきた、ここにお腹にブーって手刺されてるやばいやつなんやけども、まあ、キャプテンジョンはですね、実はこのロックス海賊団ということが後々分かりまして、分かりましたね。そう、え、お前ロックスやったみたいな、うん、そう、これまたね、ゴッドバレーが関わってくるんですよ。ゴッドバレーで、まあ、バギーは1歳ながらにして、うん、超多分ね、記憶がおぼろげに残ってるんでしょう、幼児記憶が。あるん。そう、実際ヤクネバとかでもこの幼児記憶が残ってることで物語が大きく動いたみたいな例があるので、これバギーも幼児記憶が残ってるんですよ。それ残ってて、キャプ
天ジョン、あいつすげえ宝を持っていたぞみたいな、あの宝探し当てたいみたいなことが思ったと思うんですよ。で実際バギーはそれ過去何回も探してて、で今までは見つからんかったと、うん、でもある日気づいたんよ、トレジャーマークがあればいけると。あ、そしてバギーはトレジャーマークを手に入れましたと、うん、しかしトレジャーマークを手に入れた後、2年間経ってもどうやらキャプテンジョンの宝を見つけてない感じがするんですよ。すんなだって結構商売に勤しんでたから。そう、バギーズデリバリーという商売をやってるんですけど、うん、じゃあなぜバギーズデリバリーをやったか、うん、それはお金が必要なんですよ、多分この採掘するには、うん、そしてラフテルほど難しくないにしろ、うん、このキャプテンジョンの宝も見つけるまでの航路が大変なんですよ、うん、じゃあこれを見つけるために今バギーは力をつけてたんですよ。ああ、じゃあこの後大きな物語の流れとして、うん、このキャプテンジョンの宝が非常に関わってくるんじゃないかと、うん、具体的にはそこに最後のロードポーネグリフがあるんじゃないのかっていうことを思うんですよね。そうということで、バギーはこの後のワノ国にも関わってきて、大きな戦いにも関わってきて、ローポーネグリフを探す編にも関わってきて、なんだかんだ最後ラフテルまで一緒に来るんですよ。え、来るん？うん、ショーミー、ルフィたちと同盟組みます。ピエロ同盟です。は、それではどうでしたか今日の会話。パズル会。いやいや違うんですよ。え、実はまだとっておきのネタを用意してるんですよ。え、まだあるの？こちらの画像をご覧ください、うん、これドクロ、うん、まあ、これね鬼ヶ島じゃないんですよ。バギーたちがかつて行ったことある島なんですよ。宝探して行ったところや。そう、うん、これ宝探して親方が出てきた感じ。はいはいはい、はい、これバギーなんでドクロの島行ったと思います？地図かな。そう、うん、これロジャー海賊団時代に地図を見つけてるんですよね、うん、はいはい。でなんか罰が書かれとって宝の地図っぽいものがあると、うん、でもその地図はちょっと海底に沈んじゃったと。まあそこではバラバラの身事件が起こったしな。そう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 、うん、でここでバギーの記憶の中には多分2つあったんですよ、うん、1つは海域大体この辺やなと、うん、でもう1個はこのドクロの形なんじゃないかと。じゃあバギーはその後ドクロの形の島を手当たり次第探してるんですよ、うん、でこの海域が思い出せなかったんですよ結局、うんうん、じゃあこの海域結局どこだったかっていうと、うん、実は和の国なんですよ。え、これね鬼ヶ島にキャプテンジョンの宝があるんじゃないのかなっていうことが一説で言われてるんですよね。だからドクロのある島っていう共通点なんだ。そうで結局この和の国に鬼ヶ島があることをバギーは知らなかったんじゃないのかなって思うんですよね。だからこそこのバギーズデリバリーで稼いで情報を買うためにお金を稼いでたんじゃないのかなと、うんうん、このドクロの島どこにあるんだっていう、うんうん、でその鬼ヶ島にこのバギーがたまたまこの和の国に行って向かった時に、うおー、ここやんってなると思うんですよ。ただね、今鬼ヶ島どうなってるか浮いてますよね。浮いてます。でもバギーは上に行く手段実は持ってるんですよ。お、それがこちら、極技山登ろう。古いところ出してきたね。これがですね、やっぱりカマジがですね、うん、いる。これで登れる？登れる登れる、いける？富士山越えて、チューってこれで山登ろう2021 2021。あ、そういうバージョンなんですか。そういうバージョン進化してるから2年だったら。これで行くのきついな、みんな。富士山登るんよ、これで。まあ、というわけでね、今日のまとめ会はいかがだったでしょうか。まあ、本日の会が面白かった人は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。本当にお願いします。高評価2000以上で、今度はちゃんとしたまとめやろうと思います。今度は、すぐすぐ。ホヤちゃんクルーに春一番楽しみいっぱい動画全開。クルーのみんなで盛り上げて。 Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前はホヤッキーチャンネル。